桐原敏子は、日本のプロレスラー、キックボクサー、総合格闘家、ナチュラル級所属として、プロデビュー。2012年7月8日、新宿フェイスでの J ガールズ2012プラチナム、S インザリングサードにおける中ュ川歩カ戦で、プロデビュー。2ラウンドを戦い抜くも、判定負け。2014年7月27日、タンタンファイトクラブでの D。 ネットストライキング01における、宇田川智予戦で2ラウンドを戦い3から0の判定勝利。その後、ファイトネスで総合格闘技を学ぶ。2016年、シアタープロレス課長風月に練習生として参加。2016年7月18日、ガツトーゲッ月を第7章で、関ゆきこと3分間の公開スパーリングを行った。2016年2月5日、 東京ターンスタジオ大会にて、プロレス査定試合、秋山恵戦を行うも、観客査定で不合格となってしまう。3月5日に再査定試合を、秋山恵みと行い5分時間切れ引き分け、ギリギリの合格判断をもらうも、査定員の意見により、正式デビューは延期される。4月に、関、5月に正宗とプレデビューマッチを行い、6月26日の、佐き戦で、 プロレスラーとして、プロデビュー。初戦は、カンパーナで敗れた。ツイッターによると、婚活するはずがいろんなご縁が重なって、なぜかプロレスの世界に足を踏み入れてしまいました。とのこと。7月2日、リューとオレンジスタジアム大会で、初のミックスドマッチ、女子オブライエン小林香織萌え戦を行う。2018年11月発売の、週刊プロレス増刊。 プロレスラー選手名艦2019では、課長風月所属選手から外されており、発売時点までに、対番扱いとなっている。12月9日、西新宿ミノシマビルで行われたサブロックコンバットにて、フリー第一戦を行い、ミスモンゴル&、モンゴルピエロ組、佐野忠しユイガ組をそれぞれ撃破、世界最強、ミックスドタッグで優勝した。2019年、 我が党運前に入団。もう一度一からプロレスの基礎を学ぶためキャリアをリセットし、練習生からスタート。2019年8月28日、新規場大会での駿河名戦で再デビュー。ありがとうございます。